こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。上野健歯になりますが、そこの虫歯治療し、白いプラスチックを詰めた数年後の状態です。詰めた状態は綺麗ですが、やはり天然歯とこのプラスチックの詰め物、その境目がどうしてもこのように色が着色してきます。この部分ですね。これが数年後の状態です。当然です。天然歯とプラスチックの成分が違います。ですから、その部分がやはり着色、変色、劣化してくるのは当たり前なのです。で、反対側の犬歯も見てみます。同じようにここに詰められています。ここの部分も変色しているのがわかります。このように口の中に人工物を入れるということは、変化してくるということを患者さんも受け止める必要があります。歯の裏側もチェックしてみます。噛み合わせの面もチェックしてみます。ここを虫歯と判断するのか、そして着色と判断するのかは、大きな歯の診断にとって重要になります。保険ですと当然茶色くなっていますから、削れば点数になります。ですから正当化されているかのように虫歯ですね。ですからここを削りましょう。そしてここは金属が入っていたのですが、おそらくそれを取って白いプラスチックに詰め替えているのです。どうでしょう、段差がもう既にできて、歯との接合面、よっぽどこちらの保険対応の金属の方がきちっとされていると思います。金属アレルギーという問題もありますが、その本質自体はまだ解明されていません。やはり噛む力を負担するのですから、ここは金属が一番ベストなわけです。このような欠けているところからまた中に虫歯が再発してしまうという可能性も非常に高いわけです。噛む力に耐えられるもの、それはやはり金属が一番ベストではないでしょうか。そのようなこともお話しし、患者さんに最終的な選択をしていただきたいと思います。それから治療に橋本歯科では入っていきますので、十分な説明の時間をしっかりとり、このように映像を見せし、現状を理解していただき、そしてその後どういう提案ができるかをお話しして、患者さん自身が決める歯科治療を行っております。